こんにちは。こんにちは。はい。本日は、継続アカデミー塾長のゾウさんにお話を伺っていきたいと思います。ゾウさん、どうぞよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。そうしましたら、ゾウさん、あの、初めに、あの、活動内容について、簡単にご紹介いただけますかはい。わかりました。 あの継続アカデミーの塾長のゾウさんと申します。えー、け普段あのツイッターを主に、えー、やっておりますで。ツイッターの方では、まあ、継続のコツであったり、継続の良さについて、えー、ツイート発信塾の方はしていますで、えー。継続アカデミーということで、えー、実はですね、えー、今日から まあ始めたんですけども、まあ、あの僕がもともとツイッターでを始めたきっかけがですね自分の力を試したいということでしたですので、えー、自分の力を試したい人にツイッターを通して頑張ろうとしている人に対して継続アカデミーということで、まあ、一緒に頑張っていきましょうということで えー、始めたアカデミーとなっております。はい。はい、普段は、はい。<あ>いいですかはい、はいえー。あとですね、あの、増産公文ということでツイートを、えー、して、増産公文では心が沸騰軽くなるような、えー、ツイートを心がけて、まあ、朝6時に、えー、いつもツイートをするようにしております。はい。はい。ありがとうございます。 今日から継続アカデミー開校ということで記念すべき日にこのインタビューができてすごく嬉しく思います。あこちらこそです。ありがとうございます。<笑><笑>はい、そうしましたら、ゾさん、あのー、今継続アカデミーと、あと増産さん公文ですね。あのーはい、それに対してどのような夢やビジョンをお持ちですかはいえ、まずですね、えー、ツイッターの方の増産さん公文についてなんですけども、 僕のこのツイートで、増産公文でもう、あのー、人生を変えてもらいたいなんてことはもちろん思ってなくてですね、ツイート一つで人生が変わるわけないじゃないですか。ですので、そんな大きな大きなことを言うんではなくて、そうですね、僕のまあツイートを見ることで、えー、心がこうふっと軽くなって、ああ、人生って。 そんなに苦しくないなとか、今ちょっと人生がしんどいなって思っている人に、えー、心がこう、ふっと軽くなるようなきっかけを与える、えー、ようなツイートができたらいいなと思って、増産公文の方はやらせてもらっているんです。はい、はいあ。はい。増産公文の。 心が軽くなるっていうことですねあとあの継続アカデミーの方はどのような夢やビジョンをお持ちであの今日から解雇されたんですかはいえそれはですねえっと僕もそうだったんですけどもこの自分の本業から僕も、まあ、実は別に本業があるんですけどもその例えば会社とか会社の後ろてがないその自分の力を試したいな 僕今42歳なんですけども30代ぐらいからずっとこう思ってまして、うん、でそれが41歳の時に、えー、ツイッターを始めてその会社の後ろ盾がない自分の力だけでどれだけ、えー、ツイートを見ている人の心を動かしたりとか ツイートを見ている人の役に立てるのかなっていう挑戦をこう自分がやったんです。で、はい、あとですね、えっと、心、3、えー、つの,あの余裕っていうことで、えっと、心と、えー、お金と時間の余裕を持つっていうことが、この継続アカデミーの えー、コンセプトになってまして、はい、であの僕自身がやってきたことを一緒に僕がこう教えることで皆さんに、えー、3つの余裕を持ってもらいたいなそれから最高のサードプレイスサードプレイスって分かりますか何ですかサードプレイスって。まず家庭があるじゃないですかそれぞれ家庭がありますよね。はい で、その3つ目のサードプレイスっていう場所があの、この継続アカデミーということで、うんはい、にしたいなと思ってまして、うんまあ、家庭で話せないこととか、うん、職場では話せないこと、はいまあ、そういうことを、このサードプレイスの方で分かち合いたいな、うん、そういう目的もあります、はいはい、ありがとうございます。 増産公文の方で、本当に、ね、あの今苦しんでいる人たちの心を軽くして、でこの増産、あのー、継続アカデミーの方では、あの本当に自分の挑戦を、挑戦することの,あの後押し,あと押し、ね、そういうところで、本当どっちも前に進む、挑戦することも。 お手伝いするし、でも、はい、苦しんでちょっと休みたいっていう人には心をね、ちょっと楽にしてあげるっていう、なんか両方をね、なんか持っていらっしゃるんだなと思って,今聞いてました、今そうなんです、はい、うん。なんかやっぱり、ゾウさん自体がその両方をその、やっぱりその心を苦しんだことがあったのか、まあ、そこでなんかやっぱり助けられた言葉があったのか。 でさらに、やっぱりご自身も挑戦していきたいっていうのがずっと30代の頃から終わりだったということで、後押、はい、ししてくれるようなこともあったのかなと思って、まあ、それを、ね、また後ほど聞いていきたいと思います。うん、はいそうしました次の,あの質問ですが、それをあの具現化するために、どのような目標や計画を立てていらっしゃいますかえっと ともうまさにさっき喋ったことなんですけども、継続アカデミーを作ろうと思ったのが、うん、僕、本格的にツイッターを始めたのが、あの、うん、今年の1月からなんですけども。今年の1月ですねそ。そうなんです、こ今年の1月で、1月でうん、実は1回、ツイッターは2019年に始めてたんですけども、うんはい、挫折しちゃったんですね。 ええはい、で挫折をしてしまって自分の力のなさとか<ー>実はそのツイッター以外にも、あのー、いろんな副業に挑戦自分の力で挑戦してきたんですけどもそれがことごとく失敗、えええー、しまして、はい、でその失 失敗の中でやっぱり継続っていうのが大事だなと思いましてその継続を調べていく中で自分がやっぱり1ヶ月ちょっと継続しただけですごく自己肯定感も高まったし、うん、自分の中でまだまだできるというその何て言うんですか。うん 力みたいなのが湧いてきまして、で、その1ヶ月、1月から1ヶ月間やってから2月に、これを何か伝えられないかなと。うん、はい。何かしら自分のツイートだとか、うん、あとはノートっていうものがあるんですけども、コンテンツ、プラットフォームがあるんですけども、うん、そういうノートとかで伝えられたらいいなって思ってて、 で、一つそれ出したんですけども、うん、その後に、うん、もうその頃から実は、もう継続アカデミーをしたいと。あ、もうその頃から、うんはい、そうなんです。もう実は2月の中旬、自分がノートに継続の素晴らしさっていうのをちょっとコツとして書いたんですけども、うん、もうそこからちょっとビジョンとして、えー、継続アカデミーをしたいと思ってました。うん、で、 継続アカデミーをすることで、はいうん、僕の他にも継続によって成功する自分の自己肯定感が上がったり心の余裕ができたりしていく人を増やす中で、うん、またその人たちに僕と同じように継続の大切さを伝えていってほしいなっていう、あのー、思いがビジョンがありますね。はい、すごいですね。本当になんかか、あのー、いやなんか 全てのコツは本当継続することかなって思うぐらい、あの、うん、単純ですけどね、あの、難しいことだなって、はい、私自身も感じるんですけれども、うんね、その継続をしていくことでその大切さをまたそれを感じた人が伝えていくっていう、そういう連鎖をね、起こしていきたいっていうところです、ね。そうです。はい。ありがとうございます。そうすですね。 はいいありがとうございますその次の質問に移らさせていただきますね。はい、の目標や計画に対して、現在、どのような活動指針を持って、どのような活動をなさっていらっしゃいますかはい、えー、まずですね、はいえー、毎日ツイートを朝6時に増産構文ということで、はい、心がふっと軽くなるようなツイートをしております。 はい、それからですね、主に今、ツイッターでの活動が主となっているんですけども、それから毎週金曜日の夜の10時から、ゾウさんの部屋ということで、ツイッターのスペース、まあ、ラジオのようなものなんですけども、はい、ゲストの方をお招きしてうーん、そのゲストの方と一緒に継続に関するお話とかを聞いたりとか、 その僕が話したいなっていう方を呼んでるんですけども、うん、そのツイッターの中で良、えー、くなってきたこととか、うん、継続をしてきて良かったこととかそのご本人が、うん、いろんな方がいるんですよ本当にツイッター界には。僕は継続で見ている人に夢や希望を与えるっていうのもあるんですけども、うん、その以外にもこうメンタル的な。 アドバイスをしているくださっている方なんかもいまして、まあ、そういう方に、えー、メンタルケアのお話を聞いたりとか、うんえー、週に1回、えー、やっております。はい。それからですね、えー、ノートというプラットフォームにおいて、まあ、継続のコツや、えー、あと、やめる継続とか、継続でもいろいろダメな継続もあるじゃないですか。 やめたいけどやめられないとか<あ>そういうやめたいなっていう悪い悪習慣を断つ方法なんかもノートに書いております。はい、で、えー、次の今日からの、えー、継続アカデミーにおいて僕が今常々思っていることを、はいえー、塾生の皆さんに伝えていこうかなと。 思っております、はいはい、ありがとうございますあのー、ゾウさんがねあのツイッターも一度2019年に挫折したっておっしゃってて、はい、すごく力のなさを感じたっていうふうにおっしゃってたんですけどもでも今回、はい、そのね今年1月に始めて1ヶ月続いてっていうふうにおっしゃってましたけどその、はい、あのね 一回挫折したのに今回続いたその理由っていうのは皆さんそれが聞きたいかなと思ったんですけどなるほどですねはすごく本当、はい、さっきも言ったんですけども漢字の簡単で難しいし、はい、でしかもの場合朝6時に毎日ツイッターを発信してるっていうことなので、はいね、続けるのを普通に考えて大変じゃないかなと思うんですけども、うん、それがなぜできるようになったのかすごくなんか気になるな と思いましたあ,ありがとうございます。これもすごい明確な理由がありまして、はい、あの去年の12月の末にこう、はい、ツイッターをこう眺めてたんですね。ね<え>そしたら僕が今師匠と呼んでいる方のツイートが目に入りまして、はい、その方の発信軸が40代でも遅くないっていう発信軸でですね。うんうん、すごく40代なのに 活躍されていて、はいはい、で、その頃、昨年度の僕は、はい、ツイッターを40代でやるなんて、はい、こう恥ずかしいなって思ってまして、はい、で、その恥ずかしい思いをこう壊してくださった、いい意味で壊してくださった方で、はい、なんかその方のツイートを見てると、すごく背中を押してくれるような、40代でもまだまだやれるぞと、40代が元気にならないと、 その下も元気にならないし、逆に言ったらその上の方もそうですし。うん、ですので、そういうツイート内容に心打たれまして、初、はい、めてもう一度やってみようと、うんはい。今まで本当に様々なことに挫折、ツイッターで挫折してからもいろんなことに挑戦してきて、うん、たんですけども、本当挫折、挫折の繰り返しだったんですが、その方が、 でもう一度目を覚まさせてくれたっていうのがえきっかけですね、はいああ。そうなんですね。すごい素敵なお話ですね。今、あのちょっとね、その四番の <laughs> きっかけのところに行ってしまったのもあったんですけども、じゃあその方の出会いによって、はいあのね、今まで何やっても続かなかった象さんが、うんそのね、40代でもまだまだこれからっていう。あの、うん 遅くないっていうその言葉に心打たれて、それがやっぱり継続していけるような、そういうエネルギーに変わったっていうことなんですかね。もうまさにその通りですね。はい。それでね、あの、毎日朝6時に発信するっていうことを継続されてきたのと、あとね、継続アカデミーっていうのも始めた頃から、あの、ずっと ね、あの、開講したいっていうことが、本当に。そう、そうなんです、はい。うん、だから、それが、あのー、僕の中で夢になってましてうん、うん、このまま、えっと、2月の途中も、からこう、続けられた、今までずっと毎朝、ツイートは欠かさずにやってるんですけども、やっぱりその夢、継続アカデミーをしたいっていう夢があったから、 すごい素てですね。いやあ<ー>あの、ね、皆さんやっぱり、本当継続するっていうことがね、なかなかできないのがね、あると思います、はい。それを、ね、でも、ゾウさん自身もできなかったところから、本当にね、それができる、できて、今ね、はい あってで今日そのね継続アカデミーも開講してっていうところにねいって本当に素敵だなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でじゃすみません今あのきっかけを聞いたのでそのあの最後の質問に移りたいと思うんですけれどもその発見や出会いの背景、はい、あさらにその背景っていうものにはどういったことがあったんですか。うん、あのやっぱり挫折ですね。うん どん底というか、今までこう30代になってから、うん、その本業とは違う、本業の後ろ盾、会社の後ろ盾のない個人として、いろんなことに本当取り組んでまして、YouTube をやったりとか、えー、っと、セドに挑戦してみたりとか、 いろんなことをこうやってきて、自信がもうなかったんですよね。うん、本当に何やってもダメだなっていうところが、あの、背景にあったので、その本当にその今の師匠に出会えて、よかったなっていうのがありますね。うん、はい。ありがとうございます。 ねあのなんか今のお話を聞いてると、本当に自信がね、あのその1ヶ月続いたっていう自信が本当、ゾウさんを育ててきたんだなっていうふうにあの、はい、思いましたあの、ね。そのきっかけになったのは、その師匠の方のお言葉があって、つ、はい、けることができて、でそこから本当、自力でね、1ヶ月続けたことによって、それを自分自身に変えて、はい <で>うん、それでね、なんかあの、ここまで続けてこれたっていうのがあるんだなっていうのを、お話伺って思いましたいや、本当そうですね、1ヶ月続いたのが大きかったっていうのは、うんえー、かなりありますね、そこでもうたった1ヶ月なんですけど、本当に1ヶ月間継続できて、さらにそのツイートの成果もあったんです。 えっと、まあ、インプレッションいいねの数とかその反応率の良さとか、うんえー、そういうことがしっかりとこう伸びていって、うんまあ、自分の,このやってきたことにはこう間違いがないんだなっていうことで今まで本当に引日かぼうずで終わったりとかもあったので、うん、もうおっしゃる通り1ヶ月間続いたっていうのは大きかったなって思いますね。はい ありがとうございますなんかすごくねあのー、もうちょっと私も何度も言ってしまいますけどあの継続するっていうのってなかなかやっぱりあのー、人間難しいんですよねいろんな、ね、あのー、ね,ねあのー、そこだけにやっぱりあのー、力を注げなかったりとかっていうのもあると思うんですけど誰もがやっぱり挫折って味わってるものだと思うしでもその挫折したのを 本当、あの力に変えて、それで自信に変えて、今こうやってね、ゾウさんが作り上げてきて、そのゾウさん工部もそうですし、そのこれから作っていく継続アカデミーっていうものも、本当にね、あの夢を叶えてやっているゾウさんが、本当になんかみんなの希望だなというふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしました、ゾウさんあの、こちらをご覧の皆様に、一言、はい の方をお願いできますかはいありがとうございますあのー、やっぱりね何をこうやるにしても継続っていうのは大事だなっていうこととその継続をじゃあどうやったらその継続を続けることができるのかと言いますとやっぱりその夢を持つことであったりその夢っていうとそんなすごい えー、例えば僕だったら継続アカデミーなんですけどもそんなでかい夢はまだいらなくて僕は最初1月に始めた時点は継続アカデミーのことは全く頭になかったんですそうじゃなくてこう僕がツイートをする中で一人でも誰かに何かその40代でも頑張れるっていうようなことを伝えられたらいいなっていうのがありまして。 誰かの何か役に立てば僕のツイートがいいなっていうところからこう始まったので、うん、その継続をするためにはやっぱりそのゴールを持って、えー、夢を持つことは大事なんですが、小さなことからでも、えー、全然できますので、うん。まずはやっぱりスモール、ちっちゃい、えー、夢を持つこと、うん、が大事かなっていうことと、うん 仲間を持つことっていうのも、僕は大事かなと、うん、うん、思いますね。はい。まあ、そんなところですかね。はい。はい。ありがとうございます。とんでもないです。はい、はい。本日は、継続アカデミー塾長のゾウさんにお話を伺ってきました。はい。ゾウさん、ありがとうございました。ありがとうございました。